広報、独身のよそじ。一昨年に、勤め先の会社が倒産して、無職に。無職にはなったものの、一人身で貯金はあるし、食うに困らない資格を持っていることもあって、急いで再就職をしようとはしなかった。理由は二つあって、一つは趣味。私の趣味は、古城巡りや神社仏閣も腕。高校生の頃から集めている御朱印は3冊目。いただいた御朱印の墨痕をじっくり眺めて過ごす時間が何よりのリフレッシュ時間。勤めているとまとまった長い休みは大型連休くらいしか取れないし、その時期はどこも混雑していてゆっくり見て回ることもできないから、いつかゆっくり見て回りたかった。二つ目は資格。今持っている資格の上級版を含むいくつかの資格取得を狙っていたから、その勉強に時間を使いたかった。なお、結婚願望そのものがないため、婚活しようとはしなかった。それが母親の目にどう映ったのか。祖父の法要で地元に戻った際に勝手にセッティングされた見合いの席に放り込まれた。どうも母親は親戚にいい年をした娘が仕事もしないで遊び歩いていると迷ったらしく、それが尾びれ背びれがついて帰省した時にはいい年をして親に金をもらって遊び暮らす放蕩娘に進化していた。それを煽っていたのが実家に同居の妹夫婦。こんなおばちゃんじゃ恥ずかしいよねって5人いる我が子に言っては人を笑いものにした。集まっていた親戚に見当違いの説教をされ、法要もそこそこに軽く軟禁に近い扱いで見合い場所に押し込まれた。法要の後の食事が出た料亭がそのまま見合い会場で、両親も私も黒装束のまま。見合い相手は同じ無職のよそじ男で、職歴なしの実家暮らし。親が土地持ちの公務員で、私にはもったいない見合い相手だと言われた。見合い相手は童貞四つと草を飛ばしたくなるような相手だった。よそじのババアなんてボクチンにふさわしくない。でもママンがどうしてもと言うから見合いしてやったんだ。本当は〇〇ちゃんみたいな子がよく知らないが、ダブの秋元系のアイドル、ボクチンにはふさわしいんだ。アイドルオタクと御朱印オタク成立していたら世にも奇妙な夫婦が誕生しただろう。〇〇ちゃんみたいな子がいい。よそじのババアはお呼びではないとのことだったので、文をわきまえてご辞退させていただきました。相手方の母親が今すぐにでも嫁に来いという感じの勢いで引き止めてくるから、このボクチンに手を焼いている日常がありありと浮かんできて笑いそうになった。相手方の前で暴言を吐くほど幼くもないので、淡々と今日の見合いは勝手にセッティングされたもので、私に結婚の意思がないことを伝えた。どうも先方は私のことを親戚同様無職で遊びほうけている放蕩娘だと思い込んでいたようで、勤め先が倒産してできた時間を使って資格取得に励んでいただけだと説明すると率直に驚かれた。趣味の方は言わなかった。幸い私がご破産と唱えたら先方は引き下がってくれたので、こじれることなくその場は終わった。ただ両親がやけに相手の親に下手に出ているのが気になって、問い詰めたら父親と妹旦那の就職先を世話してくれた見返りの見合いだった。父親は定年後の再就職、妹旦那は派遣切りにあった後に再就職先を世話してもらったそうな。よくもまあここまでコケにしてくれたなというのが私の率直な心境。見合いをご破産にしたことで居残っていた親戚に吊るし上げを食らったので、その場で見当違いだった説教を論破した。その上で以後どれだけ実家の人間が困っていても決して助けない、社会に出てすぐの頃から育ててもらった恩返しと思って
月5万の仕送りを開始した。そのうち、子供を作るだけ作って、食わせていけない妹夫婦がぶら下がって、定年後も働いている両親が、哀れだったから、仕送り額を20万に増やした。おいやめいの祝い事には、直接参加できない代わりに、お祝いを包んできたし、クリスマスプレゼントや、お年玉だって、欠かしたことはない。遠距離に住んでいることもあって、できることは限られていたけれど、できる限りのことはしてきた。来年、高校に進学する、妹の長女の学費の援助依頼も、母親から来ていたし、前向きに考えていた。挙句、この仕打ち。それを、笑って済ませられるほど、私はお人よしじゃない。親戚は、私が仕送りをしていたことを、知らなかったようで。それでよく、高等娘扱いできたなと、呆れていたけれど。私に言わせれば、親戚も同類。でもでもだっての母親と妹と。人を売らなきゃ、就職もできないくせに、謝罪もできない父親と妹旦那に。以後、仕送りと学費の援助を、私から期待できるなと言い捨てて、帰ってきた。今は無事、再就職して、取得した資格のおかげで、年収が前より、大幅に増えたので、悠々自適に暮らしている。母親と妹からの、泣き言交じりの援助依頼と、親戚からの、取りなしの電話が煩わしいことを除けば、不都合はない。以前は、仕送りにがっつり、毎月の収入を削られていたので、節約したり、欲しいものを我慢したりすることもあったけど、もう、その必要もない。実家連中は、勝手にやってろと思ってる。